ベータ細胞は水筒でインスリンとアミリンの合成と分泌を行う細胞である。人では水筒の細胞の50-70%をベータ細胞が占める。1型糖尿病や2型糖尿病の患者ではベータ細胞の細胞量と細胞機能が共に低下し、インスリン分泌不全と高血糖症が引き起こされる。 β 細胞の主な機能はインスリンとアミリンの酸性と放出である。どちらも異なる機構で血糖値を低下させるホルモンである。β 細胞は血糖値スパイクに迅速に応答し、貯蔵していたインスリンとアミリンの一部を分泌すると共にさらなる酸性を行う。β 細胞は哺乳類でインスリン合成が行われる唯一の部位である。グルコースは インスリンの放出を促進するとともに、主に翻訳制御によって、プロインスリンの生合成を増大させる。インスリン遺伝子は、まずメッセンジャー RNA へ転写され、プレプロインスリンへと翻訳される。プレプロインスリンは、N 末端にシグナルペプチドを有しており、ソメン症体へ輸送される。ソメン症体では、シグナルペプチドが切断されて、プロインスリンが形成される。その後、 プロインスリンは、ホールディングして3つのジスルフィド結合を形成する。ホールディングしたプロインスリンは、ゴルジカラダへ輸送され、未成熟なインスリン下流へ入って、インスリンと C ペプチドへ切断される。成熟後に、カルシウムによって、エキソサイトーシスが開始されるまで、これらの分泌症法は、インスリン、C ペプチド、アミリンを保管する。 インスリン遺伝子は110アミノ酸からなる線物体を高度しているが、プロセッシングを経て分泌されるのは51アミノ酸のタンパク質である。グルコース相当性インスリン分泌のコンセンサスモデル。ノーチェンジズワーメイドツーザ g オリジナルイメージファイルインシュリンサクリーション PNG ファイルリンクスベータ細胞では、インスリンの放出は血中に存在するグルコースによって 主に刺激される。食事の消化後などに循環するグルコースのレベルが上昇すると、インスリンは容量依存的に分泌される。この放出システムは一般にグルコース応答性インスリン分泌と呼ばれている。グッシスのコンセンサスモデルでは、グラットに依存的なグルコースの取り込み、グルコースの代謝、ATP 感受性カリウムチャネルの並行、そして、 電位依存性カルシウムチャンネルの開口の4つの主要な過程によってインスリン下流の膜融合とエキソサイトーシスが引き起こされる。ATP 感受性カルシウムチャンネルと電位依存性カルシウムチャンネルは β 細胞の細胞膜に埋め込まれている。ATP 感受性カルシウムチャンネルは通常開いており電位依存性カルシウムチャンネルは通常閉じている。 静電化を持つカリウムイオンは濃度勾配に従って細胞外へ拡散するため細胞内は細胞外に対して負の電位となる。安静時には細胞膜を挟んだ電位差は約マイナスリボルトである。細胞外のグルコース濃度が高くなるとグルコース分子は促進拡散によって濃度勾配に従ってグラッドにトランスポーターを介して細胞内へ移動する。 β 細胞は、解凍系の第一段階の触媒に、グルコキナーゼを利用するため、代謝は、生理学的な血糖値周辺かそれ以上の値でのみ、起こる。グルコースの代謝によって、ATP が産生され、ADP に対する ATP の比率が上昇する。この比率の上昇によって、ATP 感受性カリウムチャンネルが閉じる。このことは、カリウムイオンが細胞外へ拡散しなくなることを、 意味する。結果として、カリウムイオンが細胞内に蓄積し、膜でにはより性側へシフトする。この電位変化によって、電位依存性カルシウムチャンネルが開き、カルシウムイオンが細胞外から、濃度勾配に従って流入する。カルシウムイオンが細胞内へ流入すると、インスリンを含む症法が、細胞膜へ移動して融合し、エキソサイトーシスによって門脈へ、インスリンが放出される。 一型糖尿病は、インスリン依存型糖尿病としても知られ、体内のインスリン酸性 β 細胞が、自己免疫によって破壊されることで引き起こされると、考えられている。β 細胞の破壊によって、グルコースレベルに応答する能力が低下し、そのため血中のグルコースやグルカゴンのレベルを適切に調節することは、ほぼ不可能になる。β 細胞の 約70-80%が破壊され、機能的な細胞は20-30%しか残されていない。患者は高血糖症に見舞われる可能性があり、その他の短期、長期の悪影響も引き起こされる。糖尿病の症状は、インスリンの定期的な投与や適切な食事の維持などによってコントロールできる可能性があるが、これらの手法を毎日継続的に行うのは面倒である。 2型糖尿病は、インスリン依存型糖尿病や、慢性高血糖としても知られ、主に遺伝的要因や、メタボリックシンドロームの発症によって引き起こされる。ベータ細胞はインスリンを分泌し続けているが、体が抵抗性を獲得しており、インスリンに対する反応は低下している。これは、肝臓、脂肪組織、筋細胞の表面において、 特定の受容体による血中を循環するインスリンへの応答能力が低下するためであると考えられている。インスリン抵抗性の増大に打ち勝つ量のインスリンを分泌するため、ベータ細胞の機能、サイズ、数が増大する。インスリン分泌の増大は高インスリン血症を引き起こすが、インスリンシグナルの伝達効率が低下しているため、血糖値は正常範囲にとどまる。しかしその後、 ベータ細胞はオーバーワークとなって過剰刺激のために疲弊し、ベータ細胞の体積は40%減少し、機能は50%低下する。この時点で血糖値を正常範囲に維持するのに十分な量のインスリンの酸性と分泌を行うことができなくなり、明らかな二型糖尿病の症状が生じる。インスリノーマはベータ細胞に由来する稀な腫瘍である。 インスリノーマは多くの場合良性であるが、再発性、持続性の低血糖発作が生じるため医学的に重要であり、生命を脅かす可能性もある。糖尿病の治療薬の多くが、β 細胞の機能の修正を目的としたものである。糖尿病と β 細胞の機能不全の病理は、世界中の多くの科学者によって研究が行われている。 ベータ細胞の機能の研究に用いられるツールは技術の発達とともに迅速に拡大している。例えばトランスクリプトミクスによってベータ細胞の遺伝子転写の包括的解析を行い糖尿病と関連した遺伝子を探索することができるようになった。細胞の機能を解析するより一般的な機構としてはカルシウムイメージングが挙げられる。カルシウムに結合する 蛍光色素によって、インスリン放出に直接関与するカルシウムの活性を、インビトロで可視化することが可能となった。ベータ細胞の研究で利用される他のツールとしては、インビボ実験がある。ベータ細胞特異的な毒性を有するストレプトゾシンやアロキ酸を用いることで、インビボで実験的に糖尿病を誘導することができる。また、新型糖尿病のモデルであるオブ。 オブマウスや DB、DB マウス、1型糖尿病のモデルである、ノットマウスなど、マウスやラットの糖尿病モデルが存在している。1型糖尿病の治療として、失われたベータ細胞の痴漢による治療の研究が行われている。現在、ベータ細胞の機能回復と目的とした治療としては、水臓移植や水糖移植が行われているが、脳死ドナーからの提供に依存している。 そのため、自家細胞から誘導した β 細胞を利用した移植治療の研究開発が行われている。β 細胞は体細胞核移植によって形成された肝細胞からの誘導や水臓外分泌細胞からの分化転換によって作成できることが報告されている。一方、移植に用いられる誘導 β 細胞の品質制御や安定した細胞組成を持つ。 移植片の形成、そして自己免疫による移植片の破壊からの保護の方法などに課題を抱えている。インスリン非依存型糖尿病に焦点を当てた研究には多くの関心領域が含まれている。糖尿病の進行に伴うベータ細胞の編成は広くレビューが行われているトピックである。ベータ細胞の研究を行う生理学者が関心を抱いている。 他のトピックとしては、インスリンの脈動性の気候が挙げられ、詳細な研究が行われている。多くのゲノム研究が完了し、ベータ細胞の機能に関する知識は、指数関数的に増大している。事実、ベータ細胞の研究領域は非常に活発で、未だ多くの謎が残されている。ありがとうございます。